ビデオに充実できました。エンリキ from Brazil、 フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア。その中の17歳からムエタイと MMA のコーチを務めてきたというブラジル代表フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア27歳。所属はチームのゲイラサンパウロ支部、そのリーダーの一人。まだキャリア8戦、しかし現役 UFC ファイターマルコス・ホジェリオ・ジー・リマとのトレーニングが日常のバリバリだといいます。これからのニューカマー、こちらもある意味このトーナメントを象徴するような存在か。さあ肉体のあらわになります。今一気にギアアップ、ダシーンとマットを踏みつけて、フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア。青コーナー183センチ、 94.75キログラム、アンチニー・リー。切り上げ勝負か。フランス代表アントニー・リー183センチ、赤コーナー191センチ、 106.55キログラム、フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア。ここからという雰囲気たっぷり、フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア、191センチ、ブラジル代表。キャリア8戦、7勝5KO 勝ちというのは左側のロドリゲス、対して43戦、29勝を挙げているテダレが右側のフランス代表アントニー・リーです。 IGF ワールドグランプリトーナメント2015、1回戦、5分、2ラウンドマッチ。共に闘志満点。ラウンド1、早く戦わせろという表情に見えました。2人ともそうです。左のローキックから体格が大きい、ウェイトでは約12キロ、中村さん、ロドリゲスジュニアの方が軽量では重たかったんですが、そのまま勢いで前進していきますね。そうですね、まあ、ロドリゲス選手は、まあ、この体つきとか、まあ、見ても分かる通り結構爆発力があって、どんどん、はい、自分から突進していくようなタイプで、逆にアントニー・リーの方は、まあ、ベテランでキャリアもあるんで、結構、まあ、うまく何でもそつなくこなすタイプなので、はい、結構スタイルが違うと思うんですよね。今左それどうハマるかです。オーバーハンド、ここまではこのロドリゲスの圧力とパワーがちょっと目立つような展開ですよね。そうですね、アントニー・リーの方は元来ライトヘビーということですね、階級一つ下なんですが、はい、あのジェロム・レバンダのチームメイト、パンキドというそのドニアリの MMA ということですけれども、それをベースとしています。ちょっと僕が見た映像でも、下道着下だけ入って戦う、はい、こう MMA の試合の映像があると思いましたし、そういうところちょっと、まあ、日本ではあまりないような格闘技のバックボーンがあるかなと思いますね。そうですね、これも腹っ柱あたりパンチを食らってでしょうか、出血があります、リー。さて佐藤さん、昨日まで無名、今日からは超有名というコンセプトのトーナメントですけれども、これまさにそれを体現するような、もうぐんぐん前へ前へ出ていってますもんね。そうですね、あしかし両腕を刺してアントニー・リーの方も引きません。左ミドル、これは強い、さらに右ミドル、リーチも長い、気象はね、入っていますよ、そうですね、アントニー・リーの方もね、はい、しかしガードごとも壊した、さばけなかったですよね、はい、この番組発力はこういうトーナメントではなんか脅威になってくると思うんで、はいはい、また、ね、これはちょっと怖い選手が出てきたなという感じですね。いや、そうですね、
加盟佐藤さん、このフェルナンド・ロドリゲス・ジュニア、ブラジル代表はですね、スウェーデン代表のヨセフ・アリ・ムハマドと対戦するわけです。そうですね、本当にね、新たなスターが見せられてね、選手が出てきましたね。突進していくようなタイプで、でみんなアントニー・リーの方は、まあ、ベテランでキャリアもあるんで、結構うまく何でも卒なこなさないタイプで、結構スタイルが違うと思うんですよね。どうハマるまでオーバーハンド、でもロドリゲスの圧力とパワーがちょっと目立つの展開ですよね。アントニー・リーの方は何がいいライトヘビリーということですね。階級一つ下なんですが、あのジェロム・ネバンダのチームメイト、パンキドというそのドミナリの MMO ということですけれども、そのグレースとしています。ちょっと僕の見た映像では、下手に下だけ入ったからと、こう MMO の試合というのが難しい、そういうところと、まあ、日本にはあまりないような格闘技のバックボーンがあるなと思いますね。そうですね、これも腹っ端のあたりパンチを食らってでしょうか。出血があります、リー。さて佐藤さん、昨日まで無名、今日からは超有名というコンセプトのトーナメントですけれども、これまさにそれを体現するような前出てきてますね。しかし両腕を刺してアントニー・リーの方も効きません。